誰もが夢を見る。そんなキラキラした青春を経て、人は中堅地獄に落ちる。しんどい。何がです。そんな地獄の底から何やら聞こえてくるのであった。おめでとうございます。やべえ。中堅地獄卒業じゃないですか。いやいや、ちゃうで、ちゃんと。何が。中堅のゾーン内で揺れてるだけ。ああ、なるほど。中堅地獄はまだまだ続く。そうやね。より深なっていってんねんな。地獄言うてんのに。そうやね。まだ掘り下げんの。そうやね。掘り下げすぎですよ、もう。もうそろそろ天国行きましょうよ。いや、これでもあれやろ、売れ、ほんまに売れたらもっと地獄なわけでしょ。そういろんなこと言われ。まあね、僕も売れたことないんで分かんないですけど、聞いた話によると、うん、でもそうですね。いやもう25日間ぐらい連続で働いてんねんね。あら珍しい。いや儲かるわ。僕大体1日500円ぐらい儲てるから。いや、ええ500円何の500円それだ。今月1万いくよね。いやいやいや、もう悲しいな。中堅とかじゃないでそれも。国ごとおかしいわ、そんな。カンボジア。国名出すな。そんなはっきり言うな。中堅地獄。それな、毎回な、たまに、これ聞いてる人知らんと思うけど、うん、毎回そういうの入れるやん。入れる入れる。全部切ってんねんで、邪魔やから。僕も聞いてるからな、ないって思ってるよ。うっとうしいね、あれ。なんでよ。そんなんいらんねん。そんなジャンクションみたいなのやろうとして。なんか、どっかで聞きかじった何かをやろうとしてるのかもしれんけど。何が、これがザ中堅でしょうか。やりたがり。やりたがりなんですから。何してました。っていうか、あなたさっきまで、あの、あれやんか、芸人、さっきまで芸人やったんやろ。さっきまで芸人というか、まあまあ MC をねしてましたけども。大喜利の、大喜利ライブの、はい、楽しいわ。誰が優勝した。出せない方の名前です。あの何、どっかご所属されてる。まあ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 、うん、多くは語らんときましょう。そうやね。あんま言うとね、知らんところで急に迷惑かかったらかわいそうすぎるでしょ。俺だけがこうむるんやったらええけど。そうやね。自民党の人が優勝した、ね。いやいや、すごい。すごい。もうすぐ選挙やから、そういうのやったらあかんから、ね。やったらあかんからね。選挙で優勝せ。優勝とかないと思うけど、当選せ。これは何ですか。中堅地獄で言いまして、はい、はい、我々みたいなね、10年超えた中堅たちが夜な夜な集まって、うん、妬みやそねみを語る場でございます。いや、さすがに MC してきた後やから口回ってんね。回ってんねん今日。俺すげえ回ってる。ペラ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 言うてきたからね今日は。僕も今日昼間京都で、うん、なんや、音響ディレクターみたいなして、お家帰ってお風呂入ってパジャマやからもう全然回らへんわ。これね、ほんま見てる人分かんないでしょうけど、うん、聞いてる人は、うん、すんごい可愛い服着てるよね。そうやね。何その水玉。こういうことって、うん、ひょっとしたらあんま言ったらあかんのかもしれんけど、うん、もう早終わって焼肉食べに行こう思って。でも何ちゅう発言すんねん、もう。じゃあこれから頑張っていきましょうねっていうやつ。腹は減ってへんねんけど、焼肉食べたい時あるやん。口が焼肉の時ってこと。そうやね。お腹は空いてないねや。お腹はその腹ペコ、空腹で食いたいわけじゃないね。そういうことじゃない。そういうことじゃない。うん、売れてる感を出したいってこと。いや、ちゃいちゃい、このなんていうの、うん、こう別に溜まってるわけじゃないね、うん、性欲を満たしたいわけじゃなく、うん、お前を抱きたいみたいな日あるやんか。うん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 。最近ないねんけど僕。まだ聞こ。いやいや、はい、1個目のニュースでも行きますか。神奈川武史と言うんです。ああ、そっか、忘れてましたね。はい、神奈川武史さんと私松文字さんでございます。いや、松文字さん、松文字さんですよ。これ松文字さんまでが芸名やもんね。そうよ、うん、さんまでが芸名やねんけど、これにあの下のもんはさんをさらにつけようとしてるから、さん松文字さんになるの。いや違う、なんで上につけんねん。意味わからへんやん。息子、親愛なる息子みたいな。そんな外人のお父さんおれへん別に。そんなことやな、働かへんお父さんしかおらへんもん。やめろそんなん言うの。働かへん両親から。先週着信なんやな思ったら、うん、1万円貸してくれって。うん、貸したわ。1万貸したらすぐ電話かかってきて、うん、ありがとう、もう一声って言う。声んなと思って、もう一声ないわと思って。じゃあもう最初から2万って言えよって。そうやね。それだって突っ込むまで永遠に、うん、そうやで、もう100万になるよそんな、うん、ずっと。なんでもう一回俺手数料取られなあかんねん。泳がしてた。い
嫌な家族けど好きな家族みたいな感じ。すごいな、それ中堅地獄というかもうなんか分からんな。そのいや分からん、資本主義の弊害やなその、うん、いやもしかしたらちゃんとした地獄かもしれないなこれが、ほんまにかもしれないです、ね、まあでも幸せな家族ならいいんじゃないですか。まあよう笑う人なんでねいいかもしれないですねほしたら今日もはいニュースを読んでいきましょうか、うん、はい、じゃあ早速いきましょう。最初のニュース、小中学校の運動会に変化、保護者の入場制限やカメラ持ち込み禁止もというね。お、どういうことだ。まあなんかね、ざっくり言うと不審者対策として運動会で保護者の入場を制限する学校があると、うん、でまあ東京のある小学生保護者によるとカメラの持ち込みも禁止になったみたいですね。なんか僕の周りの友達の、うん、あのカメラマンさんとか、うん、あのディレクターの人だな、うん、映像系の、はいはい、最近ようこの運動会撮りに行ってんねん。それはちゃんと許可を得て、うん、当然当然、うん、その学校からオファーがあった。あ、なるほどなるほど。ひょっとしたらそういうのでほら、うん、昔のさ、うん、修学旅行の写真とかあのカメラ屋のおっさんが撮ってさ廊下に貼り出しててん。あったね。今も動画をそんなしてるから。え、動画をそうやって何その売ってるというか、売ってるっていうかその一括でしてるってことなんちゃう。自分、これだ自分らでやったらあかんってことだよの、まあ、っていうところもあるんやろ。まああるかもしれないですね。だからそう、でも大変やな全員分通らなあかんの。だからあれってどうなんですかね、均等にとってのはまたうるさそうでしょ。そうやな、私の子供だけ時間短いじゃないのとかいうやつも出てくるかもしれませんからね、うん。ほなこれもいろんなので取らなあかんから結果もう誰が不審者かわからんようになってまうなほんまやね。一応だから学校側からなんか出してるんじゃないですか。あ、そのプレスパスみたいななんかみたいなのを出してそれつけてななんか出て行かされるみたいなんじゃないですか。これ、うん、でもあれよね、運動会ってさ、うん、知ってる最近な体育館とかでやんねんで。え、大きい体育館で。そうそう、府立体育館みたいなところみたいなとこで、そのもう雨も関係ないやん。ああ、まあ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 、うん、昔は雨天中止やったからね、うん、運動会は外でやってたし。そうやね。ほんでなんかな、うん、なんやなんつったのか、それもそのディレクターの人が仕事で行くねんけど、うん、なんかこうおまけつけな、参加せえへんねんってみんなが。おまけって何なんすか。なんかそのええところでやるとか。ほう、あ、なるほど。そんなんがないとけえへんねんて。え、どういうこと。ははぁ、あ、やろ。はぁ、あ、やん。言うたら思い出の一つじゃないですか、運動会にしても何にしても。というかまずあれ授業やろ、まあ、まあ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 正確に言うと、正確に言うとそうですけど、うん、まあ一個の思い出になるじゃないですか、うん、卒業式とかでも言うじゃないですか、うん、楽しかった運動会みたいな、うん、ね、そんなんじゃないともう参加せえへんの。参加しません、もう皆さんサービスがないと。だからなんかゲストが来るとことかもあるみたいで、私立とかやったらゲスト、うん、そのなんかスポーツの方ってこととかあれちゃう、あのライダー系の分からんけどイケメンとか。ええー、こっち怖いやろ。こっち怖いやん。頭おかしいねん。うん、なんなんそれそんなんせなみんな走ったり参加とかせえへん。もうあるらしいって聞いて僕もびっくりした。最近聞いて。何それ。どうやった、運動会は松本さんは行けてた、はい、僕はちなみにやけど、うん、競輪選手のせがれやんか。はい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 。だからちっちゃい時は、うん、その何身長差とかがあんまない時な、同級生だとの時は、うんうんうん、びっくりするぐらい運動神経あって、あら、多分素材的なのが。僕だって弟も競輪選手やし、うん、おじさんも競輪選手やね。あ、ほなもうその血は流れてるわけだ。神奈川競輪兄弟のあれやから、うん、血は持っとるわけね。血は持っとるわけだから僕はわりかし大活躍系やったね。ええー、うん、全然小学校まではてか小学校までしか出てへんから分からへんけどいやいや中学も行ってるでしょ。中学はだって14日しか行ってんから僕あの体育大会間に合わへんかった。間に合わへんかった。だからあの追いつかへんかった。まあ14日しかないもんね、うん、俺どうやったやろ。僕はでもでもスポーツやってたろ。卓球やってたんちゃう。中学卓球はやってたんで、うん、ただ足は遅かったんで。ああまあまあそう、あんまり早く走るスポーツちゃうもんな、うん、うん、リレーとかその短距離走みたいなのは出へんかった。あれはない、その人気者でさ、笑かしたとかない、さんまさんとかやったらそんなんあり聞くやん、うんうんうん、学校中、高校の時でも、用意どんで、徒競走で反対走って、はいはいはい、そんなん押せんかったん。もちろんやりましたよ。押せや、何やったん、僕もそんなん全くしてないよ。いやいや、そうだから、そのいわゆるその後ろに走るとかも、ベタなことはやりますやんか、うん、もちろん。それは何、仲間でやんの、それとも単独でやんの。単独です。そのもうピン気質やで。ピン気質でやって、
あとで校長先生に呼び出されたりとかもありましたし、綱引きとかも参加して、うん、なんかスタートみたいになったら相手チームの方を引っ張るみたいなとかもやりましたし、玉転がしも全然違う方向やったりとかやりましたし、せやん、それただのあれなんじゃん、寂しい子供なんじゃん。やめろそんなこと言う、かまってほしい。いや、かまってほしくてやってるわけじゃないね。みんな笑ったらええなと思ってこっちは気分ようやっとんねん。おい、受けた？ん？受けんのそれ？聞くそれ。すごいな、受けてへんの、そんな3種類もやったやん。やったじゃあほんまに寂しい子やないか。貧乏な家に育った、ただの寂しいやつやない。だから小4の時だけ、出る種目の時だけ教室から出されて、これ教室に軽く監禁されてたから。あったねそういうのは。でもどんどんこういうのは変わっていくんすかね。変わっていくんじゃん。あれない、あ、僕たまにさ、サッカーとかフットサルすんねんけど、はいはい、未だにやる、そういうなんか大会、大会運動、運動的なもんで言うたら僕は草野球とかやってましたね。ああそうなんや。はい、野球が好きやったんで。今は？今はもう全然やってないですね。ああそう。もうみんなやっぱ人数いるでしょ。そうやね。草野球18人いるもんね絶対、はい、だからそうなってくるとやっぱり人数足りないとかで中止になったりとかもありましたし、うん、安かったんですよねグラウンドが。ほんで、あ、借りんのが。え、誰かなんか誰かのチームに入ってた？そうですそうですそうです、あの先輩のチームに入ってやってたみたいな。先輩って誰なの？あの別に売れてる人じゃないです。ああそうな。、はい、あの方じゃないやな。どの方のこと言うてんのか分かんないですけど、京都大谷高校出身のあの方の。ああ違います、あの方じゃない、違います。僕、はい、あの方の野球チーム入ってた友達の不動産の社長んで、うん、ええー、そうなん。うん、なんかだから結構やってるやろ別にフランクに。あ、やってますやってます、うん、だから僕のじゃないですけど、その草野球チームの時は対戦はしました。ああそう。あと松竹の方ともやりました、うん、絶対デッドボール当てられへんよな。絶対当てられへん、うん、ちゃんとキャッチしてな怒られるっていう、うん、そうやな、一生懸命が好きな方やもんね、うん、一回なんか後輩でなんか割と調子乗りのやつがおって、うん、昔その一郎選手がやってた背面キャッチっていうのが生えてたでしょ、 あ、はいはい、うん、あれをやったやつがおって、うん、めちゃくちゃ怒られてるのだけ見ました。そうやな、そんなんはもう青春ちゃうからな。青春じゃない、うんうん、何にも青くなかった。でもあれやな、将来どうなんやろな、この今度さ、知ってる、うん、次のオリンピックか次の次のオリンピックから、うん、e スポーツっていうのが始まるかもやね。何ですか e スポーツって？まあエレキスポーツですよ。まあ要するにゲームですよ、うん、え、ゲームでやるってこと？ゲームの競技が始まるの。テレビゲームってこと？なんちゃう？面白そうそれは、うん、だそれがオリンピックの中に入るかもって言われてるの。え、そんなレベルなの？そう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 。今もそれ e スポーツっていう、もうそういうかっこたるモータースポーツとかみたいな感じで e スポーツっていうのがある。まあ確かになんかそのマリオカートの世界大会があったりとか、うん、ストリートファイターとかね、うん、やったりしてますから、うん、へえ。だからそんなんも追加されるかもしれない。そのパソコンのさ、まあ、あれは学校の授業やからさ、はいはいはい、パソコンもまあ操作性を覚えるためにやったりしたら、それもな、大きい画面とかなんか分からんけど、へえ、あるんじゃん。すごいな、面白いこといっぱいみんな考えてんな。うん、まあ、でもこのニュース見たらなんか、うん、モンスターペアレント的なこともちょっと混ざってんねんな。ちょっと混ざってるかもしれませんね、うん、まあ確かにその不審者が入ってきてなんかあったみたいな海外のニュースとかでもね、うん、ありますけど、日本でももちろんありましたけど、うん、せやな。それとはだから別にそのあれやな、撮影お父さん同士とかお母さん同士とかで場所の取り合いして、うん、揉めてみたいな、言うて、まあそれもありますし、あとあれもあるじゃないですか、なんかロリコン的なやつが撮ってくるみたいな。ああ、うん、そんなもあるんじゃないですか。ロリコン、ロリコン松本さん、どっち？僕ロリコンではないと思いますけどね。何歳から付き合うならみたいな、うん、20歳からです。ああ、いくつからですか？付き合うならやろ。付き合うならです。24ぐらいな。おリアルな数字。俺よりリアル感出してくるやん。まさんな、そこ。24母子家庭の短大卒業。いや、条件いっぱいおるやろうけど、うん、そんなだいたいその辺の空にモテんねん。あ、そうなん、寄ってくる女性っていうか。そうやね。なんか母子家庭の人ばっかり、まあ、母子家庭が増えたからかもしれんけど、まあ今ね割と多いって聞きますね。でなんでかなって自分で思ってんけど、うん、多分やけどね、うん、母子家庭ってことは、まあ、なんとも言われへんけど、まあ、両親に問題があるわけやん。
まあまあまあ、まあ、あったから別れたわけ。なんかしらのね、で、なんとなく出ていったお父さんな感じなんかなと思って自分のキャラが、うん、その包容力とかじゃないでなるほど、ちょっと悪っぽい感じのってこと、悪っぽいのかなんか分からんけど、うん、なんか共通してんのかなお父さんの匂いを感じるんだ、うん、そこにのじゃないと計算合わへんぐらい、もうずっと母子家庭の人ばっかやん。あるんすね。あると思う、まあ、そういう僕も途中まで母子家庭やったんで、それでかもしれませんね男女問わず寄ってくるかもしれないです母子家庭っていう枠組みでそれで寄ってきてるんじゃないですか、唐川さんに。なんなん、僕別にあれで母子手当とかあげへんで母子キラーなんですよ、だからキラー母子か。キラー母子や。ああ、ええやんキラー母子ってなんかええように例えようとすんな星じゃないわ別にね、まあそういうこともあるんすね、うん、はいはい、ほな次行きましょうよ。次行きましょう。もう焼肉にね行きたいからね早くもうトントン行こうとすなよそれで楽しみで聞いてくれてはる人もいんの中には、ほんまに。じゃあ続いての、あれあれ、何コメント、うん、神奈川さんおもろいばっかりやななんなん、別に俺この土台の人や思ってるから俺が神奈川拓司を支えてるみたいになってるから僕はもうただの担がれてるみこしである。そう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 、こんなもん、うん、手離したらバタンって倒れるだけやから、ね、倒れたらまた違うみこしを担げばいい。そう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 。なんやこれはい、じゃあ続いてのニュースいきます。では続いてのニュース、売れっ子声優の神谷浩史、今でもオーディションを受けていることを告白。おということで、うん、まあこの声優さんですね、神谷浩史さんっていう方はもう超売れっ子やん。リヴァイとかチョロマツとか、チョロマツ言ったらおそ松の、おそ松さんの方の、あ、はい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 、うん、リヴァイ言ったら進撃の巨人やで、あのちょっとクールな感じの人ですよね、うん、まあその人がその今でもね、うん、このオーディションを受けて、うん、なんかやってるということなんですけども、これってさ、うん、世の人はさ、はい、こう売れてる人らは、うん、もうオファーしかないと思ってんのかな。いやっていうことじゃないですか、これがなニュースになるってことは、うん、僕なんてそのメジャーのあれなんかさ、はい、曲の作曲の方で言ったら、あ、はいはい、まあ言うていいんやろうけど、うん、全部コンペばコンペしかないから、ほぼコンペっていうのは、まあ、作曲オーディションみたいなもん、はい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 、ただ誰から受けれるわけじゃないねんけど、うんうんうん、してコンペしませんかっていうオファーはあんねんけど。ああ、なるほど、うん、はいはいはい。やけど基本的にああいうの全部コンペやから、うん、僕もだからこれがだからニュースになってることがちょっとなんか変だなと思いますけどね。まあそうやな、割と普通じゃないですか。まあ特にこの声優さんとか、うん、役者さんとか映画とかはすごいありそうよね、はいはい、ありそうですね。特にありそうやね。うん、まあ芸人の世界でも全然ある話ですけどね。だってネタ番組なんか全部オーディションやもん。全部オーディションですね、うん、まあなんか花から通過が決まってる人とかもおるんかもしれませんけど、中にはおるんかな。うん、例えば、例えばで聞くと、僕が生で見た中で、いやこれはおかしいやろって思ったのは、うん、キングオブコント1回戦の予選で、うんうん、あれ尺超えたらさ暗転になるやん、ドーン。あ、なりますなります、爆発音とともにね、うん、でも全然ボケたり、キングオブコントか M1 とか忘れたけど、うん、全然ボケたり、あんなもう適当に雑にやってたミサイルマンが通った時だけはこれはおかしいやなと思った。うん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 、同期ぐらいじゃん、うん、ミサイルマン同期ぐらいじゃん。うん、同期ごっつきれい靴履いてたわそれはええやんか、舞台ショーでしょうか別にそれはそれで。まあだからオーディションは全然普通に受けると思うんですけどね。逆にさ、僕は今もさ、うん、そんなもんはまあまあしょっちゅうっていうかそこそこあんねんけど、はいはいはい、あ、行ってるオーディションなんかの。今は全然ないですけど、うん、それはもう VV やってた頃は行ってましたよ。何、今まで行ったさでかいオーディション何があるの。あー、だからあれとかじゃないですか、細かすぎて伝わらないモノマネのオーディションとか、あとなんかもう一個行ったんですけどね。何やったん、細かすぎては。いや、ね、あれモモレンジャーの顔を撮れたら汚いハゲだジジイおっさん出てくるやつ。いや、松竹さんのやつやそれ竹下ポップのやつや二等兵さん、二等兵、花井二等兵も出てる、うんうん、違う、まあだからそれなんでしょう。昔な、うん、仕事で演歌歌手の、うん、
コンサートの、うん、あのあれしに行ってん、音響ディレクターみたいな。あ、はいはいはい。ほしたら司会が花井二等兵やってん。おお、はいはいはい。個人的なつながりがある感じで、うん、でお手伝い、お手伝いというかなんていうの、ボランティア的な感じで、はいはい、今日は僕が司会しますよみたいな感じで来ててんけど、うん、そ、演歌歌手の人結構、まあ、50歳ぐらいで、うん、なんとなくな、花井くんって言いそうやろ。まあ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 、ずっと二等兵くんって言ってた、ね、時代がもう違うようになってくるね。そうなってくると、なんで階級にくんづけやねん、うん、まあ、その人一等兵とかですよじゃないと話が合わんからね。昔黒澤明がビートたけしと、うん、あの対談してる時ずっとビートくんって呼んでた、それを思い出した変なとこで呼ぶ癖あるよね。変なところ、なんかね、そういう人おるけど、たまに。そんな言ってたんや。言ってました、言ってました。僕でも、しっかりしたオーディションはないかも。その、あの、対人のやつは。ああ、そうなんすか、うん、ないの、そういうのは一回も。ない、ああ、記憶にない。あの、審査員はある。ああ、はいはいはい。審査員しかない。今までやったの、うん、なんか映画のやつもやったし。あ、すごいっすね、それ。英語のやつとか。うん、映画やろ。で、この間、まあ、番組オーディションは、まあ、なんとも言えんけど。はいはいはい。ほんで、あとなんか、山口県のアイドルのオーディションの審査員しに行ったわ。そういう時ってどこ見るの？そういうのはなんか。まあ、基本的には床か天井しか見てなかった、ね。全然審査してへんやん、ほんなら。いい床やな、あれ、ええ天気やな。ええ天気ちゃうわ。でもさ、そんなもんな。まあ、見方は人それぞれあると思うんだけど。まあ、もちろん、はいはい。なんかさ、適当、適当っていうか、うん、そのしっかり見てもしゃあなくない？いや、どうなんすか。僕はあんまその審査員の経験とかないんであれですけど。なんかだってさ、全員まだ何もできへんやん。まあまあまあ、もちろんね。でも最終的にやる気あるかどうかぐらいやろ。頑張りますみたいな。でも頑張りますいうやつでやる気あるやつなんか僕一回見たことないから。むずこいな。むずこいね。むずこいっすね。だから審査員断ったりするんでしょうね、なんかそういうグランプリの。そうやろね、うん、で、その要責任取らへんわ。うん、仮に僕が作った曲を歌う、まあ、アイドルは、山口県のアイドルはそうやってんけど、やったらまだ、もう曲も決まってて、で、歌唱、歌ってもらってオーディションとかやったら選びやすいけど、そんな、普通にアピールタイムのみとかって一番どうしていいか分からへん。あ、その時の、その、なんていうの、オーディションの内容がそんな感じやったんですか？そんな感じやってん。むずいっすね、そんなん、ね。むずいよ。知らんしってなるよ。うん、難しいっすね。うん、だからあんまり、あんまりオーディションはその、うん、受ける側の心境はあんま分からへん。あ、というかもう受けたくない。受けたくない、その審査員っていう立場を。もうオーディションに応募する側も。あ、どっちにもなりたくないですか。そう、なんかね、思うんです僕ね、人が考えたね企画に乗っかりたくないね。あ、だから自分がってことですか、うん、自分で考えた企画とかでやりたいってことですか。自分が常に自分に対してオーディションしてる感じやから。めっちゃかっこいいこと言うてるやん自分。この前回のハードルを超えれるかどうかオーディションがこう日々それは続いてるから、お前とは全然違うから。何やおい、その差が完全に出てきてるから。うるさい。特にこの 2,3 年で。何や、水玉の服着やがってお前。そんな可愛い服でそんなこと言われてもピンとけえへんわ。スーツとか着ろ、ジャケット羽織れ。ぐっと離れてるから。焼肉ごちそうさんです。ありがとうございます。いつもすいません。いやいや、まあでもこういうのは普通ですよ。売れっ子さんになってようが何しようが。まあ逆にあの好感度があるよね、そうなった。まあそうですね、うん、うん、確かに偉そう、偉、なんか知らんけど、オファーもんは偉そうな風に映るもんな。まあね、本人そんな意識はあんまないんかもしれないですけどね。次のニュースいきましょう。次のニュース。無線宿泊男が19階から電話線を伝って逃走ということでございます。なんかホテルで無線、宿泊をしようとしてた男がですね、はい、この電話線、まああるじゃないですか、コードみたいな。あ、電線みたいなことやな。はい。を伝って、隣の建物へ逃げようとしたんですって。うん。ただまあ失敗して捕まっちゃったっていうお話なんですけれども。無線宿泊しようとして、うん、有線で出ようとしたんや。そうやで、ね、そういうこと、そういうこと、そういうこと。じゃあ次行こうか。いや、終わりかい、おい。普通に突っ込んでもうたわ、今。終わりかいって。舞台用や。こんなもん、もう終わりよ。もう、ええやん。タイトルで面白かったよ。まあね、うん、ごちそうさまでしたみたいな。バカだなーぐらいな感じですよね。話的には。
次のニュース、ドバイで空飛ぶタクシーの試験開始と。どう、えらい未来的な話になってきましたよこれ。ドラえもんぐらいでしか見たことないですからね、空飛ぶタクシー。これは何ですか。これはですね、まあドバイは空飛ぶタクシーに使用するドローンの試験飛行を開始したみたいです。へえ、はい、世界初となるドローンタクシーを目指してるみたいですよ。これってさ、うん、どうやって乗るん。いや、まあ、まあなんかすっげえ軽いもんとかで作るんじゃないですか。プラスチックみたいな、あれよりもっと軽いやつで作ってみたいな感じじゃないですか。いや、そのドローンはわかるわ、はい、だから僕らはどうやって乗るの。タクシーなの。タクシーです。だからビルの屋上で捕まえてとかじゃないですか。いやいやいや、だから違うよ。何、椅子なのか、うん、このなワイヤーのみなんか、吊るされてるかどうかみたいな。これ吊るされてたら地獄ですよこれね。でもこれ写真見る限り、はい、これがまあほんまのどうかそれかどうかわからんけど、うん、なんだかヘリコプターのプロペラがいっぱいあるバンみたいな感じでええんかな。割とそうですね。そういう認識なんかな、うん、胴体本体自体はなんかヘリコプターに見えますね、うんうん、いやもうそれやったら運転手乗っ取ってほしいよな。いやそうですね。この本でもあれやな、何今度なんか日本でもどっかの村でローソンが近所の公民館かなんかに、うん、唐揚げくんをドローンで宅配するサービス始めるらしいねんな。え、唐揚げくんを、うん、なんどういうことですかそれ。いやなんかそのあれなんちゃう、遠いんか分からんけどそのローソンまで行くのが、うん、唐揚げくん。でも日本、まあ世界でもそうやけどさ、制空権の問題があるからさ。ああ、はい、ありますね。なかなかな、空が渋滞してたりとかもするのにしだすのかな。飛んであかんとこもいっぱいあるもんね日本。もうあるでしょうね。でドローン操作っていうかドローン操縦者、はいはいはい、の友達とか知り合いの人何人かおんねんけど、うんうんうん、今大変なんて。あれ大変、一機に対してシリアルナンバーがあって、おう、で自分の名前と紐付けされてて、うん、だからどこ運ぶ時も全部それで許可取っていかなあかんから、あの飛行機持ち込みとかめっちゃ大変なんて。あ、そうなんですか。それはもう買う、うん、もう初期からそれがあったんですか、シリアルナンバーが。なんかいやでも最近そういう厳罰化されてきたというか、ちゃんとせなあかんみたいな、まあね、首相官邸に入ってったみたいなのもありましたもんね、うん、そうそう、飛行機乗りあれ大変やねんっつったから、へ、横で並走させたらええやんっつったら30分で電池切れるっつって。あんまり長持ちじゃないにゃ。いやそれもサイズによんねんって。あ、大きさもあるんすか。あるある。で今ごっつ安いのあんで、中国産で10万円とかの。へえ。ほんでそれ用のカメラもあって、はいはいはい、はい、うん、なんかすごいみたいよドローン。操縦したことあります、ドローンって。だからできひんって、ライセンスがいいねんかな。 あ、そっか、うん、アホかお前は。めっちゃ怒るやん。何の免許もないねんぞこっちは。原付きもないねんぞ。履歴書なんか1分半で終わんねん。書くのに。資格の欄ないし別に。そうやね。でも特技とかも書くことないやん。まあ履歴書なんか難しいっすわ。あれなんもんね、特技って。わからん、あれ書いたところで何があんねんと思うけどな。僕特技は、うん、こんなん何、音楽とサッカーと、うん、まあまあ仮にラジオって言おうか。あ、はいはいはい、これは特技なんかと。そうやね、特技じゃない気はするね。特技って平凡なやつなの、料理とかさ。うん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 。ってこともあれ書かんでいいよ履歴書にね、うんうん、ドローン、特技ドローン。特技ドローンって、ドローンでも趣味で持ってる人もおるやろ。まあもちろんね。でもそんなやつ何の面接行ってんねんって。飲食とか関係ないもんね、行ったとしても。やっぱなんか飛ばすものみたいなところなんでしょうね。何やろ、シルダン言う的なこと。いや飛ばすけど、うん、でドローン使えてなんか良さそうやし。お前らどうすんの、行く前にドローンは呼び出してみたいな。いや、すごい上から俯瞰の映画撮れたりするんじゃん。あ、ドローンを使ってね、うん、いやもうそれはもう自分で撮ってはるわ、もう多分。そういうビデオ何本も見てきたわ。昔誰ね、イグアナ二郎っていう人の AV が好きで。そういう男優さんってことですか、うん、はいはい。アーマーゾーンってなんか言う。仮面ライダーじゃないの、いやいや、そうやねんけど、セリフ的には。その人とね、ヘリなんとかっていう人がおる。なあ、面白いな。まあ、ドローンに引っかかってるけど、うん、電発で、この、なんていうん、つるっぱげで後ろだけ毛あって、はいはいはい、めちゃくちゃマッチョやね、うん。で、いわゆるこう、バックの体勢あるやん。ああ、はいはいはい。女の人四つん這いになって、うん。で、そのヘリが、
まあ、合体すんねんけど、うん、合体してるところを支点にここでぐるぐる回らないからその人がプロペラ代わりみたいなの、そうそうそう、でこう手をついてこうなんていうん、キュッキュッキュッ回るんだけど、うん、調子いい時は手ついてすぐってこうなんて言って手叩いてなんてすごい腕立てみたいなあります、うん、あの上がる時に手パンってやってまたやるみたいな、そうそうそう、あヘリなんとかさんっていう人すごい面白かったよな。いやだからそういう男優さんが減ってきましたね。だからドローン男優やね。地獄の会話はまだまだ続きますが、今週はここまで。チャンネル登録と高評価をお願いします。 See you next 地獄。